寒風山トンネル寒風山トンネル。高知県側と寒風山寒風山トンネルは、国道194号の高知県阿川郡伊野町と愛媛県西条市との間の寒風山の下を貫くトンネルである。四国最長の道路トンネルでもある。旧寒風山トンネルと区別する場合、新寒風山トンネルということもある。旧寒風山トンネルも併用されている。 本港延長5432メートル、高知から愛媛方面へ3.45%の下り勾配を持つ片側1車線の長大トンネルである。このトンネルが開通するまでは、自動車の通行可能な道路は、標高1120メートル地点にある延長945メートル、1964年7月開通の寒風山水道のみであったが、トンネルの前後は、 高知県側、愛媛県側ともに休憩車の林間を入枠路であり、大型車の利用には支障が多かった。また、大雨による通行規制、さらに冬季3ヶ月間は雪による路面の凍結等で通行止めになることも多かったため、昭和51年度より関係市町村、諸団体、民間企業等が改良を求める運動を行い、新トンネルの建設へとつながっていった。 実際の工事にあたっては、高土かぶりによる高地圧対策や突発湧水など、数々の難工事を克服して、完成にこぎつけた。トンネル延長が5000メートルを超えているため、法令で定める、危険物、火薬類、爆発物、劇物、有毒物、発火性化合物等の一定量以上積載者は、このトンネルを通行できない。 本トンネルの開通によりこの区間の所要時間が約50分から約10分に大幅に短縮され、積雪の影響もほとんど解消された。トンネル内は高知県側から愛媛県側に向かって直線の下り坂となっている。寒風山トンネルの手前の旧道である最上市道下も24号線と井野町道一の谷寒風線をつなぐトンネル。UFO ラインや伊予富士など、 接続する観光スポットが多いため、旧トンネルも引き続き使用されている。高知側の出口付近には、観光客用の駐車場と広場が設けられている。ありがとうございます。